第一次バルセロナ包囲戦は、スペイン継承戦争における戦闘の一つで、1705年に、イングランド・オランダ・オストリア・ポルトガル連合軍が、カタルーニャの中心地バルセロナを攻め落とした戦いである。バルセロナを攻め落とした連合軍は、カタルーニャ・バレンシア地方を主中にした。6月20日に、ポルトガルのシュトリスボンに到着したイングランド艦隊は、 オランダ艦隊と合流して7月24日に出港、8月22日にバルセロナの海側を封鎖し、カール大公を率いる兵を上陸させた。しばらく両軍は睨み合いを続けていたが、9月13日にイングランド軍司令官のピーター・バラハク、チャールズ・モードンとはバルセロナ南のムンジュイック取りでの攻撃を開始した。連合軍は一時は、 砦の守備兵に押し返され、オーストリアの将軍ゲオルク・フォン・ヘッセンダルムシュタットも戦死した者の,の砲撃によって17日に砦を占領することに成功した。砦の陥落を見たバルセロナの住民は暴動を起こし、町は大混乱に陥った。ピーターバラはすぐにバルセロナに侵入して暴動を停止させ、バルセロナは同盟軍の手に入った。 同盟軍はここを拠点に、マドリードのフェリッペ5世に対抗していった。ありがとうございます。